ガチアサリもずく農園でやっていきましょう。さてと、相手に押し込まれた時やっぱり後ろから回り込んだ方がいいのかな。後ろを回り込みさえすれば相手は少なくてもこちらに気を取られれば、その間アサリを投げ込む余裕はなくなるはずですし、そういったプレイング方針もありなのかもしれない。あー待ってって、あーポイズン、うっとしい。ちょっとめっちゃ来てるよ。うえい、逃げさせて。あぶね、間一髪。よし、ではちょっと、あれめっちゃやられてますやん。では背後から回らせていただく。そんな余裕あるか。相手が完成させ、キュピーン、チュパー、ピコイーンみたいにならないといいな。あなたちょっと、行くよー。目の前にあって、とっても嬉しい。ありがとう。ありがとう。いや、ありがとう。すべては我々のお借りだね。我々のお借り？すげえ音程さえがましいこと言ってしまった。あ、いるー。もう復活してる。あ、お待ちくださーい。あなたはそこで、のんきに、爆発させられていればいいのです。私だけがガチアサリを使えればいいのです。やめて。おやめなさい。ガチアサリを解放するのです。ガチアサリは、インクリングたちによってもてあそばれて、苦しんでいるのです。さあ。ちょ、私が回収していくのです。やめて。おやめくださいってば。そう、間に合うんですね、私であれば。あーい。はい、はい。はーい。はーい。はーい。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。みんなありがとう。僕に投票してくれてありがとう。ありがとう。ありがとう。僕ばっか見ていていいんですか、ほらね。痛い目見るよ。オッケーオッケー。でもそんな中、まだ欲張っちゃうんですよ。オッケー。欲張りプレイはやっぱり重要だね。3人固まっているというのは、やられるときには、わ、そんなに固まってたら勝てるわけないよと、悲観的になりがちですが、裏を取るときに関して言えば、すごく、ラッキーと言える。お、あいつ3人固まってんの？裏取り正体じゃん、これ。ってなりますよね。やっぱ人足欲しいかな。武器を使わないときの、あ、待って。割ってごらんなさいよ。ほら、割ってごらんなさいよ。割りなさいよ。ねえ、早く割りなさいよ。割ってくれなかった。割ってくれよ。割ってくれたら俺アサリ捨てずに済んだのに。待って、素早く逃げること、これも重要なファクターですよね。さあ、でもガチアサリの動きに注目しすぎないことも重要。敵のインクの場所をやっぱり警戒した方がいいね。ガチアサリの位置はふわっとなんか半目で見るぐらいでちょうどいいですね。これはバブルの中で押し殺されてしまったようですね。さてと、エリアの塗り展開的に言えばそんなに問題はないはず。素晴らしい、ガチアサリを敵陣の中で止めるほどの精密射撃。いいですよ。お待ちください。当たらない。当たらないのは今に始まったことじゃありません。あ、待って、危ねえ。これはブラスターというとても特殊な食料だからこそ成し得たことであるよ。あれはエリートですね。連射力が足らないところを見てもやはりエリート。はい。はい。こちらに注目していていいんですか？ああ！同じことやられてるな。こちらに注目していていいんですか？みたいな。あ、エリートじゃないか、もしかして。ブラスターか。ブラスターもポイズンあったよね？確か。ホットブラスター。いやー、ちょっと待って。これバケツだ。デコってないバケツは俺の敵だ。デコってるバケツだったら同じ。ねえ、サブ、スペシャルの組み合わせで非常に親近感ワキワキだったんだけど。さてと。じゃあ中央から塗りを展開していきましょう。相手がよくやられていて余裕がない。そういう時は塗りを展開しやすいですよね。そういう間にこちらが都合よく進めるように用意しておくこと重要ですよね。これはラピッドブラスターですね。だから遅いんですよね。スーパージャンパー非常に初速が遅い。着地！オッケー！ありがとう。君が着地でばらまいたアサリは無駄にはならないよ。いただきまーす。こんにちはー。行くよー。待って！やめて！はい、はい、
はーい、はい、はい、はーい、アイスバイク逃げるよ。逃げられないよ。待って、待ってってば。さすがにこれだけ注目を浴びてしまっていたら無理だったか。ちょっと待って、本当にまた最後の最後でめちゃくちゃ塗られてるというか負けてるんですか。うわー、やばいこれ。オッケー、一人まだ来る？オッケー、うん、さすがに近すぎたね。でもあれスプラシューターだったら勝ってなかったとか言わないでね。オッケー、危ない。今度はなんとか逆転されずに済みましたね。全体の塗りが比較的安定していたおかげでしょうかね。プロモデラがやられると塗りのバランスが崩壊する。塗りのバランスが崩壊すると相手が一方的に攻めてくるという悪循環を引き起こす。やっぱりやられちゃダメなんだなってことですね。さてどう、ジモンさんよ、そろそろ分かってくれない？復活短縮、オッケー、分かってんじゃん。ガチアサリ、今度はゴムトラックですね。さてどう、今までの戦いでやはり勝てるときは塗りをしっかりと堅実にこなしながらやられないように立ち回るということが多かった。逆に負けているときは、負けてる、どうしようと言って焦って突っ込んで自分もやられてしまいといったようなことが負の連鎖につながっていることが多かったということで、今回からプロモデラーは新戦術を作り出すことにしました。その名もプロモブ。必殺技みたいでかっこいい名前ですね。このプロモブ戦法を使うことによって有用に立ち回っていくことができるかどうか。プロモブであり、プロスパイでもあるんですよ、私は。いらっしゃい。あれ？いらっしゃましたね、あなた。あれ？危ないよ。待って。プロのモブになるんだ。あ、やばい、バブルが広がっている。やめろ。ラグナロクが起こっているかのような地獄のような光景だ。近づいていいんですか？あぶねえ。これが、プロモデラーを使い続けた男の意地なんだよ。いや、これが意地だ。プロのモブだって時にはすごくかっこよく光る、ねえ、なんていうの、接待会みたいなのがあるじゃないですか、アニメとかでも。めっちゃフィーチャーされるね、会があった。それが今だったんですよ。あ、やめて。おやめください。はい、アサリは集める。しかし、モブに徹する。モブに徹して、例えば押し込まれた時の対応の仕方にモブ感をしっかりと出していきたいところですよね。はい。はい、着地であなたは捨てることになる、その輝かしい栄誉を。そして捨て去った輝かしい栄誉を、再び取りに戻ろうとするあなたの動きを私は全て把握していたと思った？全く把握できてないんですね。お気をつけください。しかし今のはちょっとモブに徹する力、パワーがまだまだ不足していた感がありますね。もっと遠くから、もっと堅実に。ここいますよ。わかってるんですよね。もう俺ほどのカーリングボムにやられた経験を積んだ男ともなると。あ、ここ来るなとか。あ、これ絶対乗ってくるでしょう。みたいなのがもう手に取るようにわかってしまうんですね。これがもはや。何言ってんだろうな。もはや言い過ぎじゃない？よし。さあ、プロのモブになれ。あ、お、いいですね。倒してるよ。それはとてもかっこいいよ。かっこいいよ。あ、ダメだ。お互いがお互いを尊重し合う。優しい関係になっている。お気をつけて。お気をつけください。あと一個、譲っていただくわけには。行きましたぜ。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ちょっとご覧いただくには、まだまだ、あ、やばい。やばいです。あ、でも、これに、注目を浴びている。私。私かっこいいよ。はい。はい。味方倒してくれるって信じてたから。また信じてたから。オッケー、モブの力、これがモブの力だぜ。いくぜ。お、いいよ、押し込んでいるよ。はい、私も押し込んでいくよ。あー、ちょっと今のは甘えすぎたかな。くー、今のはちょっと、これ言ったら俺主人、お、いいね、これ言ったら主人公感強すぎるからモブじゃないだろうみたいな、で、お叱りを受けたように見えましたが、そこは実は違う。かっこよくアシストをしていく、そう、死亡フラグを立てながら味方の、ね、主人公の一番大事なところをサポートしていくプロのモブの立ち回りだったわけですね。完璧すぎですね。これはもう惚れ惚れとしてしまう。人気投票で主人公より票を獲得してしまうような絶妙なモブになっていこうぜ。あ、ちょっと待って、バブルが来い。
ここで、俺なんかがアサリを回収してしまっていいのかなみたいな風に思いがちですが、思いがちですが、はい、こういう時不安ですよね。こちらに注目浴びさせる余裕は今ないですよね。割れているので。ということは、相手は注目せざるを得ないのでーす。あ、ちょっと待って、ちょっと、今の一瞬は完全にちょっと、かっこいい敵役みたいな攻撃してきましたね。俺がこのチャンスをみんなのために生かすんだみたいな感じで、よくスポーツ漫画とかで、俺がこの逆転を必死に取り返すんだみたいなタイミングでモブが頑張るんですけど、それは完全にもう敵攻のね、メインキャラクターのお膳立てをするためのやられ役としかなっていないみたいなやつよくあるじゃないですか。いや、やめろ、それは罠だ、戻れみたいな。え、もう目の前には敵がすごい速さで戻ってきてるんですよ。今逆転ならいけるぞと思って。バカだ、なんでこの行動が読めるんだ、あいつは化け物かみたいなのを引き立てる役みたいになってましたね。少年漫画の見過ぎかな。行くぜ、敵陣の中に塗っていくよ。あ、入られてる。ですが、相手のパワーはもうそれだけでしょう。オッケー。これが割れた時、すなわち、それが全ての終わりだ。気をつけて。ブラスターがいるよ。気をつけて。オッケー。さあ、最後は堅実な守りといった感じでしたね。やはりプロのモブに徹すること、これが一番重要ですね。もっとモブ感意識してけってことだな。自分の立ち回りの全てに、モブ感を出していく。これは完璧ですね。もうもはやモブ。これは主人公クラスとはとても言い難い。けれど縁の下の力持ち的な。そう、プロモデラー自身が縁の下の力持ち的な役割を果たすことが得意な武器。だからこそ、戦い方の意識もそこに持っていく必要がある。そうすることによって主人公みたいな絶妙にいいギアを得ることもできてしまうわけだ。さあ、ガチアスリーもずく農園。プロのモブとしての自覚を持って立ち回ることができるか、こちらのステージでも試していきましょう。お、ハイドラント。これ扱うのが非常に難しく、主人公が扱おうとすると結構大変ですよね。しかし、バカだ、あんな難しい武器を扱うなんて、そんなの無理に決まってるってモブが言っている中で、主人公は違うんですよ。俺だったらこう使うぜ、みたいなことをスパートにやってのける。そういったところをもっと見ていきたいところですね。そしてそれを支えるのが、あいつがあの難しい武器に頑張っているのに、俺が頑張らなくてどうするんだって言ってプロモデラーが全力を尽くしていくんだ。このようにな、待ってってば。あ、お、いいよ、いいよ、グレート、とてもグレートフルですもの。オッケー、今のうちに攻めていくよ。ご覧ください、ご覧ください。あ、ちょっと変なところになっちゃった、ごめんね。ちょっと待って、あ、回収できない。あ、やめて、おやめください。ちょっとごめん。お帰りなさいませご主人様。オッケー。プロのモブとしての自覚。俺はやられないこと。塗りを展開していく。塗りマスターであるということをもっと自覚していけ。この辺りを塗っていく。そうすることによって相手の注目を浴びる。注目を浴びたら、その辺りに、相手が時間を取られる。そういったことをもっと意識していけ。そう、すなわち、今までに学んできた、シャドープレイヤーであったり、パワースプリンクラーの考え方を継承していくのだ。お、いいよ、割っているね。とても素晴らしいけど、ちょっとプロモブが参入する場所ではないので、これ注目はアビアビしていきましょう。お待ちください。お、いいよ、バブルで攻め立てているよ。これは主人公に渡すべきか。キャラン、相手は5個。なるほどね。やはりたくさん持っていないとさすがに相手に、自分の味方にはわからないみたいですね。さてと、とはいえ相手もガチアサリを完成させているので、非常に恐ろしげではあるが。これは？あ、相手プロモデラーいいんじゃん、よく見たら。うおー、なんてこった。モブ対決だな。相手はモブだと思ってないかもしれない。逃げられませんよ、そう。モブにはモブの戦い方があるからな。9個、いいぞ。これは、一番大事な場面で相手を突き刺す、一撃を作り出す、モブらしさを継承していく必殺の立ち回りですね、これ。ご覧ください。あなた、2方向からの攻めに耐え切ることができるかな？ご覧ください。
行くぜ。あなた奥から私のことを、ほら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 、ご覧あれ、行くぜ。行くよ行くよ、待ってお待ちください。あー、一個投げたかった。そこはさすがにできないか。相手も強豪校ですからね。強豪校ってなんやねん。完全に相手のことを学校みたいな風に言ってる気。行くよ。しかし塗りが展開できている、塗りが安定しているという考え方自体は今のところ成功してますね。そう、あんまりその戦闘に関係なさそうなところでも先に塗っておくと、パッとマップを開いてみた時の塗り制圧力というものを、変化することができる。全体的に塗られているなとかっていう意識を相手に与えることができれば、それだけでもう十分価値がある。あー、相手の方が先手だったか。これ悔しいパターンだ。戻るか。相手は近くにいるか。これはいけますね。素早くいきましょう。逆転しましょう。あら、チャージャーさんでした。あなたチャージャーさんだったんですか。あ、お待ち、お待ちください。あ、でもこんなところに湧いてる。取っちゃおう。いらっしゃいませ。あら、いいんですか、いいんですか。僕ガチアサリ持ってるよ。いいんですか。あ、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 いいんですか、いいんですか、いいんです。はい。あ、ちょっと、あ、プロモデラーだったんですか。そらプロモデラーだったら難しいでしょうね。はい、はいはいはい、これです。ライジンステップ、 S 版。これが平成版の、平成版、平成版、スプラトゥーンは両方とも平成だぜ。オッケー。最後3つちょうど目の前に用意されていたのは完全にお膳立てでしたね。お前も今まで頑張ってきたんだろうって、この強豪レギュラーの中で一緒に戦ってきた仲間だろうって言って、モブに対してパスが渡され、そのパスを受け取ったモブがかっこよくシュートを決めて、その勝負の逆転に終止符を打つみたいな、そういう熱い展開だったわけなんですね。この流れ何なんだろうな。でもこれでだいぶ気分良くなったので今日は終わろう。ああ、ガチホコが S プラスから落ちたのも若干気が紛れたような気がするぜ。はい、ありがとうございました。